こんにちは。地声から裏声にすると裏声が弱くなるんですけど、どうすればいいですかってことなんですけども、地声よりも裏声の方がまあ弱いってことは大前提で置いといて、多分弱くなりすぎてしまうってことだと思うんですよね。辛いのがどっちかわからなくなるよって歌いたいのに、辛いのがどっちかわからなくなるよみたいな感じでなると思います。イメージね。で、コツとか解決方法なんですけども、裏声を上に出しすぎかな、下に出すようにするといいかなと思います。上に出した方が裏声は出しやすいです。薄く声帯を伸ばしやすいのは上でも、声を深くしたり厚く出すのは下。はー、だから喋ってみてください。こんにちはーって、でこんにちはーって強い声出そうと思った時、イメージが下にならない。だから裏声も一緒で下に出してあげるといいかなと思います。私は最強、下に出してあげるような感じ。私は最強、抜けちゃう、下に出してあげるといいかなと思います。